オリスト30分間トーク。さあ始まりましたオリスト YouTube ラジオ。今日のお相手はオリストギターキーボードボーカル担当の中島と、ベース担当の松野と、ドラム担当の加藤と、ギター担当の井上と、ボーカル担当のレオと、若干眠たい梅野です。よろしくお願いします。じゃあこのね6人が揃うっていうのは珍しいんですけども、いやそうですよ、あの YouTube ちょっとお休みしてた期間がありまして、はい、まあ多分第一発目じゃないですかこれかもしれないですね。違いますか。で復活して、まあ、今後いろんな取り組みをしていこうっていう中の一つが、まあ、ラジオというか音声だけの配信っていうのがね、ありますけども、いや僕らも大人なので、例えばご飯作るとか、洗濯をするとかあると思うんですけど、はいはい、そういった時に実際映像じゃなくてこう音だけがいいなって時もあるじゃないですか。まあながらで聞くっていうことね。そうそうそう、そういう需要がかすかにでもあるんじゃないかということで、はいはい、ちょっとこの音声のみのね配信もしていこうかなという第1弾となっております。はい、ありがとうございます。そして今回6人いるんですけど、というのは6人で旅行に来てます。やったー、楽しい。トラベル。そうなんですよ。いや、その英語にはしなくていいんですけどね。まあ、この音声配信はですね、はい、最近何があったよとか、世間的に何があったけどどう思うみたいな話をしていきたいと思うんですが、今日みんな揃ってるんで、はい、まあ、この旅行についてね、お話ししていこうかなと思います。まあ、この旅行を主に企画してくれた、まずりょうくんからなんですけども、どうですか？やる前と実際1日目迎えてみての。いやー、そうですね。まず、雨がすごいよね。雨すごいね。雨すごかったね。もうやっぱオリストって雨なんだなと思いました。オリストって雨なんだね。ほらなんかライブするたんびにさ、雨降るし、あるよね。イベントの時も雨多いし、雨降らんでも誰かに降るかかるしみたいな、ね、そうですね。だけどね、多分雨の降るかからんでも手足口病にもなるしね。それライブじゃない時やけどね。雨の影響は多分まさきと直樹の影響だと。いや俺じゃないよ、直樹よ。あ、そうなんかな。いや多分この二人が一緒になったら絶対に大雨。いや違う、そんなことよりサトシが眠そうなんよ。まあ、なんかそのくだり良くないみたいなね。いや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 、大丈夫大丈夫。ねえ、いやそんなサトシくんね、やっぱこの旅行、実際キャンプにね、来てるんですけど、キャンプといえば実はサトシですけど、大活躍よ。どうですか、大好きです、ね、やってみて。いや今日良かったですよ、キャンプ場、このキャンプ場すごい良かったです。薄いな感想が。すごいもう、あ、やっぱね、一番何が大事って、やっぱスタッフさんが優しいのが一番大事なんで、それ大事ですよね。そうそう、あと来てるお客さんのマナーがいいかどうか。あ、確かに、そう、一番大事なんで、ね、オリストはちゃんとマナー守れた方ですか？就寝時間守れたかどうかはちょっと微妙です。微妙ですか。ちょっとテンション上がりすぎました。あ、まあね、けど仕方がないことかなと思いますので。まあでもでも、まあまあ許容範囲というところですね。次に行かせていただければなと思います。どこの立場ですか。いや、そういうこと。ほら、普段キャンプを一番する人やけど、キャンパー、キャンパーっていうか分からんけどね。オリストのキャンプはどうして楽しかったですか？あ、楽しかったっす。あ、よかった。そうそうそう、特にどこが楽しかったとか。やっぱね、普通キャンプだったらこうテント張って、で、まあ自分たちでこう料理作ってやるんですけど、キャンピングカーがあったら、そうね、ここでね、楽なのね。そうね、これがある、全然違う。だってもう最悪だって、あのいつもだったらあのトイレまで行って歯磨かなきゃいけないのに、なんならもうこの中で歯磨いてるね。外まで行って歯磨いたけどね。まあね、あとはベッドとかもさ、自分たちで組み立てたりしなきゃいけないし。そうね、そうそうそう、最悪もう地面のボコボコのところで寝なきゃいけない、まあそうね、状況なんだけど、今日はちゃんとふかふかのクッションがあるし、で、送風のファンがあるから、涼しいよね、風の流れが。逆に今回は雨でよかったなっていうところもあるかもしれない、涼しい、寝苦しくないし、確かに、冷蔵庫もあるしね。確かに素晴らしい、素晴らしいと思いますっていうところですね。まあいつもキャンプをするけども今日は違うっていうところですね。はい、じゃあタケル君どうでしょうか？なんか全部言われた感あるんですけど。そうね、俺はもうなんだろう、バーベキューみんなでできればいいなって思ってたぐらいだから。キャンプに行かずともね、そうそう、なんなら最初サトシの実家でOK ぐらい言ってた感じであるから、もうそれができただけで俺はもう大満足です。あ、何が美味しかったとかありますか？ソーセージ。ソーセージでも美味しかったんでしょ。言い方、そのスーパーとかで買ったものじゃないんですよね。そうだね、
ソーセージ屋さんっていうか、手作りで作られてるところ行ったけんさ、うん、なんかまた美味しかったね、その雰囲気も良かったし、うん、やっぱその地域のものを食べるっていうのはね、うん、いいですね、うんうん、じゃあまさきくんどうでしょうか。そうですね、まず謝って。なんで雨降らせてもらえなかった。俺全面的に俺のせいな、ね、あの直樹の時も言うけどね。ああ、じゃあちょっとまずはちょっと半分ぐらい自分のせいで雨降っちゃって申し訳ないです。でも雨のおかげで助かったところも結構あると思うんで、ああ、まあまあ、うん、まあその分は俺に感謝しろよっていう、ね、すごい上から。まあでもね、こう5人6人、まあ今回6人かで、そのオリストでこう遊びに行くっていうのを自体が初めてやった。うん、結構もう最初から移動も楽しかったし、うん、確かに移動もやっぱキャンピングカーでよかったなっていうのが ね、移動中にずっと歌いながらとか、うん、運転も変わりながらしたし、うんうん、なんか移動時間結構あったけどあっという間だったっていう感じがして、うん、そうだね、うん、めちゃめちゃ楽しめてるかなっていうところですね。確かに、はい、ありがとうございました。うん、じゃあ今日は私ですか。はい、まあでも本当そのまあ同じようなところですけど、キャンピングカーっていうのが人生初めてだったので、すごく楽しいなって。確かに本当にね、俺も初めて。ちなみに全員初めて。初めて。ね、ね。しかも6人寝れるっていうのがね、感動的ですよね。まあ、まだ初日の夜なんで、これから寝てどれぐらい快適さがあるかっていうところですけど、はいはい、まあ、多分みんな快適でしょうね。そうですね。松本さん以外はいいけど、私以外は快適だと思いますけどね。今回動画撮ってないですけど、寝る席っていうのもトランプで決めて、うん、なんか馬抜きでね、で結果井上くんがいい席を勝ち取ったというところなんですけども。でも中島さんもいい席だね。僕もね、ちょっとありがたいことにラッキーでいい席が取れた。転がり込んできたもんね。たけちゃんと俺がもうラブラブ2人で寝るっていう。まさかのたけるくんがそこに待っとってくれると。新しい。待っとったわけじゃないけど、ね、新しい。たけるは別に両と一緒が良かったわけじゃなくて、上が良かっただけで。いや、たけるは俺とかよかった。あ、そうなんだ。加藤加藤で。いや、直樹ここ入る？大丈夫？上ですよね。はいはい、あ、変わろうかな。まあまあ、その時はその時考えました。ここじゃないか。なんでさっきは僕その廊下みたいなところに寝ていますよ、ね。やめて。あの飲み物取るとき大変やろ。僕朝踏んづけていくのね。じゃあ梅野くんは今日カメラとかですねしてもらってますけど、どうですか、はい、今日一日。今日一日、いや皆さんずーっと歌ってましたね。スタートから、ね、バーベキューの時からずっと回して疲れました。率直なね。いや楽しかった、本当になんか音楽にまみれて、まみれてね、かったですっていうところですけども、まあ、まだ1日目ですからね、うん、2日目もありますけども、ね、2日目も楽しみだね。2日目も楽しみしていきましょう。雨降らんかったらいいけどね。そうね、降るんでしょうね。どうなんでしょうね。また明日は明日で楽しんでいきたいなと思いますが、はい、まあ、そんな明日のことを歌ったですね、はい、僕らの10年ちょっと前のオリジナルの曲がありますので、はい、その曲を聴いていただきたいと思います。まさきから曲紹介お願いします。ではそれで今日は聞いてください。急に折れてなきゃ。ちょっとそれでは聞いてください。オリストでモア。時間は、はい、まあ、僕らの思い出を振り返ろうというか、はい、
まあ、自己紹介も兼ねて思い出を振り返るという時間にしたいなと思います。中島さんご報告いいですか、はい、サトシ君の充電が切れそうそうだよね、さっきまで一応体はそのマイクの方というか向けてくれてもうあのベッドに行こうとそうだよ、ね、体の向きを変えてきよう、もうこっから俺いらんくないみたいな、ね、雰囲気を醸し出すのやめてもらいたいですけど、ベッドから喋る、ベッドから喋る、だいぶ声張らないかんけどね。じゃあ最初にもう井上くんからいきますかね、思い出みたいな、オリストの思い出、オリストの思い出か、うん、そうだね、俺の一番の思い出はやっぱ最初のライブ、最初のライブ、うん、ライブ、うん、どれだろう、笠原祭り、ああ祭り参加とかね、あれ俺にとって多分最初のライブで、うんうん、多分みんなじゃないかな、多分そうだと思う、そうね、バンドとしてはみんなそうだね、そうそうそう、バンドで参加するのに途中でカラオケしたり、うん、はい、したね、でなぜか映画の宣伝を凌駕した、はい、そう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 、なんとか係長見てくださいみたいな、そうそう、とか、まああとは俺遅刻して歌を作られるとかね、あ、遅刻ソングね、遅刻ソング、どんな歌でしたっけ、もうずっとあのあれね、小袋さんのね、うん、とわにともに、うん、思ってずっと、もうさとしよそい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 って言われてたのね、では今さとしねそれはちゃんとパンでわかるよね頭はちゃんと働いてるってことで、それが一番の思い出、あんで正直言って音出してました、さとし、いや、俺ちゃんとギターの生音を響き渡らせてえ、ボリュームゼロで、ボリュームゼロでボリュームの部をどちらかに最大に回してあ、じゃあもうゼロの方やとねまあでも怖いもの知らずというかね、初めて人前でやったっていう思い出ありますけど、たけるくんどうですか、思い出は、思い出、まあ今日という日かなこのキャラは亮のキャラだったね、違うよ勝手に取られたなって思ったのやってるぞそれ言ったら亮さんみたいな、それは違う、実際にはどうですか、なんだろうね、でもパッと言われて出たのは、うん、やっぱ高校卒業最後のライブだったな、今高校卒業最後のライブ、卒業した時のT シャツをみんなで揃えた時かな、うんうんうん、なんかその時の印象に残ったこととかあります、うーん、なんか茶髪になってなかった、あ、そうかもしれない、そう、高校卒業して写真が出てくるんよ、時々、うん、はいはいはい、その時みんな茶髪で、そうだそうだ、印象深い、ここでしたやつ、あの、ね、ユナイテセンター、そうだよ、立場しかもそこ200人ぐらい、そう、結構集めたね、まあ自分たちだけじゃなかったけどね、あの時なんかちょっとした演劇みたいなのもね、サケルもやってカサカサカこれ覚えてる人おるんかな、今聞いてもらってる人で、それもいないかもしれないですけど、でもまあその高校生だけでね、うん、まあ、先輩たちの力も借りながらですけど、あれだけの方が来てくださったってのはすごいですよね、うん、じゃあまさきくんどうでしょうか、これはそうですね、桜祭りかな、おー、高1か2ぐらいの時かな、うんうんうん、なんか祭りの前夜祭みたいな感じで、うん、こうしてしたらどうみたいな感じで言ってもらって、うん、それこそあの知り合いのバンドとか、はいはい、多分10組ぐらい行ったか、そんなにいなかったかな、結構集めて、7組ぐらいだったもんね、結構集めて、で自分たちでこう、まあ、企画じゃないけど、うん、なんか考えていろいろ作り上げたのが多分一番最初になるのかな、なんかあの規模的には、うん、ある意味原点的な、うんうん、で、あの時がなんかすごい印象を残ってるかなっていうので、最後にしたとわの愛の印とかで、うん、こうお客さんがこう携帯のライトとかでこう、うん、ライトみたいなしてもらったりっていうのがすごくこう感動的やったかなっていうのが、あれはあったね、 それがすごい覚え印象的かな、そのライブ自身とかその、ね、僕らが演奏してる時もそうですけど、まさきはそのライブ MC をね担当してた記憶があるんですけどMC やってみてどうでしたか、 MC はね本当に初めてやったけど、そう、もう相当ね
後からもいじられるけど線が良かったなっていうところだから多分その桜祭りも雨やと思うね。ああ確かに今日みたいな日やったね。そうだけど外は雨やけどね、この中だけは快晴っていう感じでやっていきましょうっていうのがもう鉄板ネタでですね。一回しか言ってないやろでこのネタが直樹が大好きでね。そうなんよね毎回言うもんね、お前がおらん時でも言うけどでもほら、あの時 MC して、あ、自分は MC の道に行こうかな、みたいなのなかったと思う。いや、向いてないなって思ったもん。ちゃんとね。そうだね、そこはやっぱ自分は違う道だなってなったわけですね。じゃあ、りょうくんどうですか？いや、僕はもうあれですよ。まあ、結成した時を一番覚えてますかね。誰を集めようって。ああ、そうか。どう、まあ、正直な話、僕ら以外のメンバーの候補者って思ったと。そう、ていうか基本的には楽器をしおる人たちと思っとって、ああゼロからじゃなくて、そうそうそう、直樹、はい、はギターしとる、うん、でタケルは楽器したことないけどずっと一緒におったけん、タケルとはなんかこうやろうよって話をしとって、そっからさ特別枠ね、そうなのよ、うん、したらなんか直樹と付随してまさきの付随しててでも割とまさきとも仲良かったのかな。あ、二人仲良かったよね。で俺サトシのこと嫌いやったよ。嫌い、え、今もだよね。あ、今も嫌いだけど、眠そうにしてるしね。そうそうそう、サトシ眠いね。いやでもね、あの本当に嫌なやつと思ってたけど、本当に思ってた、本当に思ってた、あのサッカーの蹴り方鼻についた、あー分かる、ボールと土の間ね、そうそうそうバンカーショットみたいな打ち方するサッカーの蹴り方に一人なんかちょっとあのね、あの頭いいけんさ、頭いいやつの喋り方しよう、はいはいはい、ちょっと、ね、バカ組みにしてはさ、ちょっとこうこいつ腹立つなっていうような、まあ劣等感的なね、そういうこと、そういうこと、うん、でも入ってみるとなんかすごくいいやつ風な感じだったね。いいやろいいやつ風な、そんなに褒められてないそう、寝ていいよ、頭働きながらっていう感じが一番印象的ですね。じゃあ梅ちゃん、オリストと絡んで歴で言うと半年ぐらいですけど、どうですか、思い出ですか、ね、まあ、思い出というか、オリスト見ててなんかこんなんだなとか、いやでも、ずーっとやっぱ仲いいんだろうなっていうのは思います。なんかある程度こう、年を重ねてもなんかこういうノリができるし、はいはい、うん、それこそもう、ずっとカメラ回ってないところでもやるじゃないですか。まあ、確かにねちょっとそこが一番美味しいとこなんで撮りたいんだからもうオンとオフがないですもんね、ある意味ね、うん、あ、本当に仲いいんだな、よしよしみたいなところはあるかもしれないけども、まあ、仲の良さはまあその通りだろうっていう、いや自分の周りにいないですもん、そういう人が。確かにね、そんなにずっと仲良く一緒にいるって、こんな年だけ撮ってる日連中ってないよね中身中学生だよね、本当に止まっとるもん、技術のね、できだけ一丁前です思い出は確かにいっぱいあるんですけど、なんかこう中学高校ぐらい、高校かな、そのオリスト30分間トークじゃないか5分間トークかっていうのホームページにアップしてて、まあ、いわゆるそのラジオの走りみたいなね、うん、走りっていうかちょっと番組っぽいことを5分間ずつやっててみたいなことをやってたのが、なんかこう未だにまあ、似たような形でこうやって YouTube でもやろうとしてるっていうところがなんかすごいなと、なんか改めて思ったところでしたけどね。でもその中学ぐらいの時からもうオリジナルの曲も書いてましたんで、まあ、それを改めてこう大人になってもう一回こう練習して作り直してみたいな曲も少しずつ出していってますし、今後も出していけたらなと、今日の旅行でもこう過去のオリジナル曲とかをね振り返ることもできましたんで、今後そういうことできたらなと思いますけども、その中学時代歌ってたオリジナルの曲を今回お届けしたいと思います。では聴いてください、笑顔の明日。一度やろうと決めたこともそう長くは続かずにうまくやっている、人と自分比べ怒り感じて、やればできることに背を向け、やってもいないのに言い訳、僕が今できること一つだけ、目の前のことをこなすだけ、今見てる夜空に誓った
いつか僕がでっかくなるから、それまでこの場所で待ってて君を迎えに行くから。夜空を見上げて自分の心に誓ったあの夜思い出して、自分だけの道、自分だけの場所、自分だけのゴール。さあもう残り少なくなってきましたけれども、はい、まあ、第1回のねこの音声のみの配信ということで、うん、もう過去にそのラジオの番組だったりとか、うん、あともしかしたらこう YouTube の中で言ってるかもしれないんですけども、うん、今後オリストどうなっていきたいっていうのを改めてお話しして、はいはい、確かに今日は終了としていきたいなと思いますが、さとし、うん、寝る時間が近づいてきたよ。どうですか心境は。いやもう早く来いと思ってます。いやじゃあ寝る寝ないとかの話じゃなくて、それでしか、これ言ったら寝れますよっていう、うん、今後のオリストのねこう展望というか、こうなっていこうみたいなのありますか。そうですね、やっぱこうオリストってこう何が目標って、ずっと5人で楽しくやっていくことが多分目標だと思うので、はい、別に今まで通りを継続できればいいのかなと思ってます。みんながもうどんどん眠くなってきたんで、誰もリアクションすらしなくなりましたけど、じゃあタケル君どうでしょうか。サトシもちょっと面白いこと言ってほしいなと思ってました。お前ならできるぞ。あ、分かった。じゃあ、はい、今まで、まあ、今も5人ともやっぱり、はい、やっぱ自分が持てるだけの髪の毛をですね維持していければなと思ってます。いや俺になんてじゃあなんておかしいよね、その復帰後からハゲいじりが激しいんやけど、そんなハゲ取る。いやハゲキャラやキャラやほほーってほほーってなんか本当にハゲの人はハゲって言えんけど。あ、なるほどね、うん、ありがとう、うん、優しい、うん、あんま握手はね、あの音声だけど伝わらないんですけど握手しました。あ、ということでね、じゃあタケル君どうですか今後オリスト、うん、展望というよりもこうなりたいっていうのがあって、うん、なりたいっていうか、うん、まずはまあ黒木町からでもいいんだけど、うん、あ、オリストの加藤さんですか。はいはい、の声かけられたいなって。ああ、まだかけられたことない。知り合いとか身内以外はない。でもかけられたことない。こいつかけられてるんだ。そうなんよ、なんか梅ちゃんも梅ちゃんが声かけられてるんだよ。どこで声かけられたと。当時のイベントがあったじゃないですか、町が交流会で。あったあった、アンドン。そうそうそう、うん、あの時になんかあれでしょ、オリストのあれでしょみたいな感じ。でもオリストのメンバーじゃないからあれでしょ呼ばれて。あそうか、なんか明太子のあれ良かったよみたいな。カバタの結構良かったよ。はい、あ、はいはいはい、カバーのやつか、あの CM カバー。すごいね、この5人が声あんまかけられんのに、ね、梅ちゃんがかけられるっていうね。ちょっと起きてますけど、それがそうね、うん、うん、声かけられるぐらいこう頑張らなきゃいけない、有名にならないと。帽子とマスクかぶってるやるかね。そこまで相当よ相当やけどね。まあ今後その、まあ、YouTube でも発表してますけど、なかなかこう YouTube 出たりとか、あとはこうライブに出たりとかができない状況にはなりますけども、うん、他のメンバーへのこう期待みたいなのはあります。なさそうですね。私の通りなさそうということで、あの北欧の方で考えておいていただけると嬉しいなと思いますけどね。そうだね。じゃあ正樹くんどうですか今後のオリストは。そうですね、なんか、まあ、今までもこう試行錯誤しながらやってきてるところはあるんで、まあ何かしら今までやってきたことが報われるじゃないけど、ね、何かこう結果が出てくればいいかなっていうのもあるんですけど、まあ自分たちらしく、ね、またこれからも活動できたらなっていうのもありますし、まあ、自分自身のスキルもちょっと上げていきたいなっていうのはあるので頑張っていきます。はい、そうですね、私も結構その YouTube のさっきの話もそうですけど、まあ、なかなかたくさんはないんですけど、それこそ YouTube 見てますって言ってもらえることがたまにあるようになって、うん、なのでこうたくさんいらっしゃらなくても誰かどこかで楽しみにしてくださって、それが僕らが一番じゃなくてもね、何番目かでも楽しみにしてくださってる方がいるっていうことを励みになんかやっていける気がするので、まあそういった方に少しでも楽しいなと思ってもらえるように、そして僕らが何よりこう楽しめるようにやっていきたいなと思いますね。
あとはその、まあ、思い出を語ると2015年の夏のこうオリナスのね8名ホールでやったライブっていうのはすごく印象的で、ほとんど練習できなかったのになんかバシッと5人がこう一つになれたような感じもありましたし、うん、オンシーのね音響さんとも一緒にできた最後のライブだったというところもありますんで、次はこう大きいホールでね、うん、ハーモニーホールでやりたいなとやりたい、ね、というところがありますんで、うん、まあ、タケルはちょっとだけ遠いところに行きますけども、うん、まあ、その間にこうレベルアップしておきたいなと思っています、うん、じゃあ梅ちゃんどうでしょうか。そうですね、僕はオリストメンバーではないんだね、乳首をごめんって何人がコメント言って最中にそういうのあのそういうのは見える動画の方でやってもらってね右乳首がちょっとつかみたくなる、音声だけの方でいくとただのなんかこうイチャイチャになっちゃうから、本当にやめていただけない、左が良かった、そういう問題じゃない僕はオリストメンバーでは、まあ、実際ないんですけど、はいはい、まあ、でもいろいろ関わらせてもらって、うん、まあ、僕ができることって言ったらやっぱ皆さんのこう魅力というか面白さをもう思う存分広めて、うん、ありがとう、いきたいなと、プロデューサーみたいな感じでまあまあそうですね、やめと言ったらオリストでしょうみたいな感じで言って、はい、まあ、人気を博してもらえたら僕も幸いです、うん、そのためには僕らに足りないものは何ですか。そうですね、まあ、演奏技術とリアルなとこついてくるねリアルなとこついてくるよ、まあでも大事やけど ね、 それね、でも今のまんま仲良くやってもらえたら本当にいいと思います。最後ちょっと諦め入ってきたねいやそれがやっぱり一番の良さだと思う、まあまあそうね、確かに良さは維持しながらも、うん、まあ、どんどんこう足りないものを補っていくというところですね。じゃあ最後りょうくんお願いします。いやもう今年の目標っていうか僕の目標はもうあのつかみの挨拶で絶対に滑らないことを目標にしたいと思って今のところノーヒットやけど100打数1安打ぐらい、あ1本打ったよね、そうそう、よかった、氷川きよしさんにありがとうって言ったたまにヒット打つと逆に調子狂うね、そうそうそう、たまたまあのおじいちゃんおばあちゃん世代が多くいらっしゃるところで氷川きよしで言った、あんた近いやろーって言ってバッサーってなって、ちょっと盛り上がった、ね、ちょっと盛り上がったヒット打ってしまった時あったね、間違えしまった、打ってしまった時でもそれ目標にしとるやんそうそうだよ、ホームラン乗ってるんやけどね、うん、ちょっと頑張って振りかぶっていきたいと思いますんで、投げるのまた投げる分かんなくなりましたけどねあ、まあ楽しいライブにしていきたいなと思っております、今後のねオリストのステージがということですね、はいはい、まあ本当にこう、まあ、発表前か後かちょっと分かんないんですけども、はい、今後もこうオリスト楽しいことが増えていきそうな予感もしますので、うんうん、ですね、まあ、ぜひ期待していただきたいなと思っております、はい、まあ、最後の曲はですね、まあ、タケル君が好きでいてくれてる僕らが高校2年生ぐらいに作った、まあね、1年生ぐらいに作った曲かな、今日なんかぴったりじゃないですか、はい、でお別れになるんですけども、はい、今日のお相手はオリストギターキーボードボーカル担当の中島直樹と、ベース担当の松野と、ドラム担当の加藤と、ギター担当の井上と、ボーカル担当のディーン・藤岡と、ディーン・藤岡と、はい、加藤亮と、メロでした。今ヒットですか？いや、ヒットですか今。出ました？うん、当たったろ、今の当たったろ、ボール当たっとったろ。そう、ちょっとね、しまらんやったね。先に曲紹介からね、タケル君にしてもらいましょうかね。行きましょうか、はい、私の大好きなオリストオリジナルソング、今日のキャンプ場のキャンプ場ホームランやね夜空に合いそうな曲です、聴いてください、夏空の約束。噛んでも同時に出るのすごい、そうね、あとちょっとタイトル一回思い出す時間が大好きな曲でお別れとなります、はい、改めてになりますが、今日のお相手は中島直樹と、松野まさきと、加藤たけると、井上と、安田といいんですかそれでちょっと止めんねもう止めんねもう安田って誰よ加藤亮と、上野でした。それではまた次回のオリスト YouTube ラジオでお会いしましょう。それでは安田誰だよな